ヒューヘンリー・ブレッケン・リッチ、ヒューヘンリー・ブレコン・リッチ、1870年10月8日から1937年11月4日はアメリカ合衆国の画家、イラストレーターである。フィラデルフィアのペンシルベニア美術アカデミーで40年以上絵画を教えた。1920年からマサチューセッツ州のグロスターに設立した自らの美術学校でも教えた。 バージニア州ラウドン郡のリーズバーグで生まれた。ペンシルベニア美術アカデミーで学んだ後、1892年にパリに留学し、アカデミー・ジュリアンで、ウィリアム・アドルフ・ブグローに学んだ。一緒に留学した、ウォルター・エルナー・ショフィールドとヨーロッパ各地を旅し、1894年にフィラデルフィアに戻った。ペンシルベニア美術アカデミーで教え始め、その後40年以上。 美術教師を続け、1934年に教育部長になった。マサチューセッツ州の海辺の継承地、グロスターに学校を開き、1920年から1937年まで、夏季学校を開き教えた。1896年から亡くなるまで、フィラデルフィアアートクラブなどの多くの展覧会に出展し、1926年に、 フィラデルフィアで開かれた米国独立150周年記念版国博覧会の展覧会にも出展した。フィラデルフィアアートアライアンスやフィラデルフィアスケッチクラブ、アーツクラブオブフィラデルフィアなどの会員となった。1937年にフィラデルフィアで亡くなった時も美術アカデミーの職員であった。ブレッケンリッチの教えた学生にはジョン・マリンラがいる。作品は 印象派のスタイルからモダニズムのスタイルで描いた。ありがとうございます。